はい、ピオス100万です。エナジーの続きからやっていきたいと思いますよ。前回さ、首のないぬいぐるみ拾った、ですけど、ふと配信、動画を切り終わったとき、あの首のないぬいぐるみが、首太郎が大事にしていた弟なんじゃねえって思った。多分、そんな気がする。はい。ってところで、マラシがいなくなって、マラシの携帯が鉄塔の裏から聞こえるよ。金網を照らしてみると、ところどころに切れてるが、ここじゃない。どうすればいいんだ？どうやって鉄塔の裏側に行くの？こっちか。マラシの着信音を聞こえたのは、この鉄塔の裏側のようだ。裏側を回り込もう。フェンス沿いにぐるりと回り込むと、太鼓腹を抱えるようにして休憩している見慣れた男のシルエットがあった。え？大丈夫？なんか頭、それ頭ある？うわぁ、びっくりした。なんでこんなところに座り込んでるの？マルアシはピクリとも動かない。まるで寝入っているかのようだ。おい、マラシ、何やってんだ？いい加減そのふざけた目を脱げよ。マスクに触れると、それはあっけなく地面に落ちた。まるで中には空気しか入っていないような、そんな軽さだった。そして事実。え？あらぁ。わぁ、最高だな、ここの表現。マスクの中には何も入ってなかった。なんか、ウミネコの泣く頃にとかそういう感じ。突き刺さるような痛みが心臓に走った。そこにあるはずのマルハシの頭部は完全に消え失せ。その代わり、切断面にはプラスチック製のおもちゃが所狭しと突っ込まれていた。目に映るものを何とか解釈すると、逃れるように地面へと倒れ込んだ。首太郎だ。首太郎か。マラハシを。血の味のする液体が口の足から溢れた。いつの間にか食いしばった奥歯が、頬の肉を噛みつぶしていた。嘘、でしょ？こんなの、嘘だって。呆然としたアズキの声に現実へと引き戻される。あの電話があった時、マルハシは生きていた。つまり、マルハシが死んだのはほんの少し前のはず。だとすれば、近くにいる。夜風に乗ってあのわらび歌が流れてきた。やつだ、首太郎が来る。井戸をゴソゴソしてるの見られたら何されるかわからないよ。マルちゃんもきっとそれで。井戸の近くにいるのは危険なら、一旦近くに身を隠そう。あら、知ってる人が死んじゃったわ。すぐ近くから首太郎の声がした。キョロキョロするな。奴はまだ井戸に気づいていないようだ。でもどうするの？このまま駅前まで逃げる？いや、あの井戸のありさまを見たらきっと奴は怒って煽ってくるはずだ。どっちにしてもタイムリミットも近い。腹をくくってどこかで対決するしかない。ならさ、どこで首太郎と戦うの？え、どこ？そうだな。俺たちにとって有利な場所、それはどこだ？昨日の金時と、それに自宅に現れた首太郎、これまで会ったことを思い出すんだ。え？明かりがある場所ってこと？金時と、あはは、は踏切前か。踏切前にぬいぐるみあったもんね。あれかな、ぬいぐるみがなんか鍵を握ってんじゃないかな。通りを静かに走り抜け、なんとか踏切前まで移動した。
脱色カビダルは光を嫌っていた。ここは車もよく通る。うまくすればなんとか。そうそう、それもあるよね。明かりがね。こういう時に限って電車来ないよね。どこからクビ太郎の声が聞こえた。わー、追ってきている。やっほーいて。やっぱり追ってきたな。しかしクビ太郎はこちらを見失っているのか、通りの奥で立ち止まったままだ。少しは時間が過ぎそうだ。ねえねえ、この場所ちょっとおかしくない？そう言われたあたりを見回すと変なことに気づく。付近の街灯がなぜか全て消えている。消えてるね。あのさ、懐中電灯は大丈夫なの？つかないよ。とっさに懐中電灯を取り出して何だかスイッチを入れてみる。ちぃ、どうなってる。前、つかなくて死んだもの。ていうかこれ、クビ太郎のせいなの？そうよね。こいつの特殊能力なのかしら。いよいよとなれば、懐中電灯の光を奴に浴びせ逃げるつもりだったが、もはやそれは望めない。近くには、車やバイクの姿もない。くそ、万事休すか。と、その時。ワン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 。踏切には遮断機がおり、警報器の明かりが、高校灯点滅している。これはどういうことだ？遮断機の光は生きている。ということはここで、そう、心の奥底で直感が囁いた。おい、どうにか首太郎、今すぐここへ引き出せないか。急に言われてもね。でも私の鍛え上げた女優ボイスで魂の絶叫をすればもしかしたら。この際何でもいい。それで頼む。わかった。じゃあ行くよ。おお。ハツキは限界まで空気を吸い込むと恐ろしい金切り声が来た。ここまでじゃなくね。どうぞ。そういうこと言うのやめよう。よし、気づいた。遠くに見えていた首太郎の姿が消えた。だがすぐ近くに現れるはずだ。姿を消している間に闇を移動してまた現れる。これまでもそうだった。近くなった。来た。やはり近づいている。ねえって、返せだと。何を返したところで、どうせ今さら。ぬいぐるみか。それにどこまで逃げようと、やつは俺を追ってくるはずだ。かすかな直感を信じ、改めてこの場所で活路を見出すことを決意する。クビ太郎にとって弟は何だったのか、そして何度も金時様に願ったこととは。大事な弟のためなら、奴はきっと何も恐れない。だからこそ、今この場所でなら終わらせられるかもしれない。集中しろ、考えるんだ。いや、わかった。ぬいぐるみ。ぬいぐるみのさ、その首をちょっといただいて、クビ太郎が持ってたぬいぐるみを、直してやればいいんじゃないかな。カッターだよね。そうだよ。そんなん持ってたわ。こいつ見ろ。クマさんのぬいぐるみだよね。カッターなんかでどうすんの？クビ太郎が大事にしている弟は多分首のないぬいぐるみだ。その首のないぬいぐるみは元は何のぬいぐるみだった？わかった。そうか。このクマの首を使ってクビ太郎の願いを叶えるんだ。クマの首にカッターを突き立て一気に頭を切り離す。任せて。ちっちゃい頃から音楽と工作は得意だから。針と糸とか持ってんの？ガムテ持ってたか。アズキは器用にガムテープを使い、ぬいぐるみの首にクマの頭を取り付ける。さあできたわ。これで完璧。すげえ手際だ。修理して完成したぬいぐるみは元からその姿だったかのような出来だ。ガムテープですごいじゃん。よし、俺来た。来
た来た、これ来たわ。時間かけた分の代償は大きかったね。あずきは驚きに歪んだ顔を浮かべて指さす方を見れば、奴は踏切の後ろまで来ていた。うはは、笑ってくれる、くれぬまい。だが、ことを終わらせるんだ。そのために準備ができている。恐れるな。自分の直感に従え。で、このぬいぐるみを渡せばいいか？おや。ほらよ。海太郎が近くまで来ている。奴に何か忘れない。今がチャンスかもしれない。修理したぬいぐるみをあげるか。海太郎が大切にしていた弟は修理したぬいぐるみのような姿だったに違いない。だったらこいつを奴に返してやれば。お前それ以外言えねえのか。よし、今だ。ほんの一瞬呼吸を整え、クビ太郎に向かって叫ぶ。クビ太郎、弟を返すぞ。修理したぬいぐるみを投げると、それを踏切を越えてクビ太郎の足元に落ちた。返すよ。クビ太郎はぬいぐるみを拾い上げ、それをまじまじと見つめている。クビ太郎はそうつぶやき、穏やかな表情でこちらに微笑んだように見えた。よかったね。笑い方が怖い。そしてぬいぐるみを抱きしめ、笑いながら消えていった。まぶっち、やったね。うるせえ。やった、やったぞ。なんか帽子が落ちてる。へえ、消えた。やったね。ささやき声は聞こえなくなった。今夜もなんとか生き延びることができた。また怪異倒しちゃったね。ほんとすごいよ、俺のクマ。すごいっしょ。おパンツ、おパンツ、バカかな。天の目、よかった、無事だったか。天の目は全速力でかけてきたのか、肩を大きく揺らして息をしている。どうしてここに。状況報告に決まってんだろ。シャツが話してるの聞いたんだ。暴走族を送りてきた連中がそろそろ金時町に戻ってくるんだと。え、そのために走ってきたの？電話すればいいのに。もちろんしたさ。けど君たちが寝ないんだろ。そっか、夢中だったもん。命かかってましたから。携帯を確認してみると確かに山の目からの弱心が数件ある。私たちが気づかないのは仕方ないよ。さっきまで首太郎と戦ってたんだし。首太郎だって。俺とあずきは山の目に今夜の出来事を伝える。もちろん丸橋の死についてもだ。まあかわいそうに。天の目は黙ってそれを聞いていた。必死に感情を抑えていることは強く噛みしめた唇からわかる。やがて震える声で言った。バカ野郎が。こうなる予感があったから関わるなって言ったのにさ。親父やあいつの家族になんて説明すりゃいいんだよ。死んでからも僕に迷惑かけやがって、畜生。わ、いいやつじゃん。他人ではない知っている人間の死、その事実が俺たちに重くのしかかる。あそこにあるのは帽子だね。踏切の方へ目をやると、首太郎が消えた場所に街灯を受けてぼんやり高く大きな散らまりが残っていた。その上に汚れた体操帽が落ちている。浦島女の時はあの地から亜美のビジョンを読み取れた。やってみよう。そうだね。血だまりへと近づくと指の先をゆっくりと押し当てた。
アミ。暗い場所に座り込んだアミの姿、前と同じ光景だ。これじゃ何もわからない。もっと、もっとだ。もっと俺に見せてくれ。針の先端を見つめた時のように研ぎ澄ました意識を一点に集中する。もっと俺に見せてくれ。ここは霧が晴れるようにして周りの様子が明らかになった。灰色のタイルが敷き詰められた床と壁、ホースとシャワーノズル。これは湯服室なのか。かくやちゃん、アミの声は前より鮮明に聞こえる。私をさらったのはお兄ちゃんと遊ぶためなの？どうしてお兄ちゃんじゃないといけないの？かくやちゃん教えて。 NG って何？タイトルのやつ。見えた、アミのいる場所が。だがなぜ浴室に？アミが消えたのも浴室だったが、関係あるのだろうか。確かに浦島女絡みで浴室だと思ってただけで。ああ、笛の音だ。なんだろう。どうしたの、オリナ君？キャラキャラしちゃって。何言ってんだよ。この笛の音が聞こえないのか。笛の音？それっぽいものは聞こえないけどな。まさか俺にしか聞こえないのか。そうだよ。そうだね。かくやね、お兄ちゃんとだけお話ししてるの。頭の中にかくやの声が響く。かくやね、楽しい遊び思いついちゃった。せいじくんとかおるちゃん、どっちが大事？え？知りたいな、知りたいな。何言ってんの？どういう意味だよそれ。おい、答えやがれ。なんだよ、大声出して。どうしたんだい？空が、鳴っている。夜空を見上げてみたが、やはり雨の降りそうな気配はない。変な天気だよね。ゾワリと背筋におかんが知った。何かとても嫌な予感がする。すぐにここから離れろ。え、どうしたの、オレナ君？急げ、早く。は？俺が反射的に地面を蹴った瞬間、空気を引き裂く音とともに目の前が真っ白になった。え？何が起きた？アスファルトからよろよろと立ち上がり、踏切の逆側へと目線を移すと、あーわー、粉々に砕けた街路樹が散らばっていた。火をまとった枝葉が黒い煙を上げている。さっきの閃光と泥焼き音、まさか落雷なのか。え、これまさかどっちかしか助けられない的な感じのやつ？マジで言ってる？目の前には天の目と葉月が倒れていた。天の目、葉月、大丈夫か？返事はなかった。なんか胸はかすかに上下している。気絶しているだけらしい。先にどちらかき寄る。わ。わあ、かくやね、楽しい遊び思いついちゃった。せいじくんとかおるちゃん、どっちが大事？知りたいな、知りたいな。いや、そんなのってないよ。助けてよ。ここでの選択は非常に重要となります。選ばれなかった相棒はこれ
こう、二度と同行者になることはありません。よく考えて選択しましょう。ふざけやがって。どれは、そんなん選べないじゃん。すまん、やっぱこういう時女の子を助けちゃうのは男ってもので。うわー、マジで。いや、俺は葉月のそばへ駆け寄ると体を激しく揺さぶった。葉月、しっかりしろ。大丈夫だよ、レノ君。そんなに揺さぶらなくても聞こえてる。ああ、でも女子キャラを選ぶと俺が喋るのきつい。お前、無事だったか？無事じゃないかな。足がすっごく痛くて、歩くの無理っぽい。そうだ、天波くんは？ああ、わかってる。おい、天波。天波を何度も揺さぶってみたが、気絶したまま反応がない。くそ。オルノ君、一つお願いしていいかな？なんだよ、救急車か？うん、そっちは自分で呼ぶつもり。あなたが行った後にね。どういう意味だよ、それ。オルノ君に頼みたいのは、天波君の腰に刺さってるやつ。まさか、拳銃のことか？うん。病院でそんなもの見つかったら、天波くんが逮捕されちゃうよ。俺のくん預かってあげて。友達のあなたなら、天波くんも許してくれるだろうし。え？なんか変にこんな時冷静じゃん。怖いじゃん。わかった。ごめんね、危ないことさせて。天波から改造銃を回収した。天波にしか撃てないらしいが、所持がバレたら銃刀法違反だ。家に帰ったらさっさと隠そう。ええ、これで一安心。じゃあ俺の君行ってちょうだい。おまわりさんが来て拳銃がバレたら、あなたが逮捕されちゃうし。けど天波はどうする？安心して、私がうまいこと説明するから。任せていいんだな。うん、信じてちょうだい。機密どうするっていうの？こう見えても女優アイドルだからね。うまいこと演じてみせるよ。また連絡するからな。あとは任せたぞ、ハスキー。またね、おパンツくん。あ、下の名前で呼んだ。おパンツって呼んだ。ハスキーを残し、俺は金時町から走り去った。背中でパトカーのサイレンの音を聞きながら自宅に向かって全速力で駆ける。夜特有の深い静寂に自分の弾み息がやけに大きく聞こえた。死ぬわけじゃないんか？死なない？てっきり片方死んじゃうのかと思った。やっとアパートの前へたどり着いた。でもわかんない、死なないとも限らねえのか、これ。わかんねえぞ。首太郎との戦いから緊張が続いたせいか、さすがに呼吸が乱れている。天の目、あずき。あいつらのことは心配だが、あずきがうまくやってくれるはずだ。信じよう、あいつを。いや、信じるけどさ。怖いんですけど。自宅へ戻ると天の目とあずきに電話をかけてみた。しかし電話には出なかった。それどころではないということか。また明日かけてみるか。なんか銃だけ置いてまた行くとか考えないのかな。ガイファイル金時の首太郎が更新されました。まとめですね。金時の首太郎の顛末。
首皿の正体は昔の地主、大石家の娘、金子太郎。熊のぬいぐるみ、弟を見られそうとしていた。井戸を開けた丸橋は殺されてしまった。失われた金時過ぎの加護、落雷が多発。現れた角屋が雷を呼ぶ。遊び、嫉妬。うん。じゃあ、ベッドに行けば終わりかな。まだ休まないでるな。なんか。でも何も喋られるわけでもない。でも扉は調べられる。個室にでもなんかあるわけでもないでしょ。何も調べらんないよな。なんか調べられるわけでもない。じゃあベッドでいっか。休もう。ベッドに倒れ込むとすぐに目を閉じた。横になって目を閉じると死んだマラハシのことを考えてしまう。付き合いは短かったが、ガッツと愛嬌のあるいい男だった。今さらいくら悔やんだところで仕方ないのは分かっている。単なる自己満足かもしれないが、俺があいつのためにできることはこの事件に落とし前をつけることだけだ。結局この夜は一睡もできなかった。まあ、二人のことも気になるし。死の遊び天の目葉月編巻。はい、じゃあ今回はこの辺にしときましょうかね。切りもいいので、二人がどうなるのかも気になるしけど、まあアミもどこにいるのやらまだ分からないし、いろいろ気になることあるけど、まあ次回多分新章に入ると思うんで、まあご期待ください。ご視聴いただきましてありがとうございました。ひよこまりでした。さよなら。